どうもどうも、いやーねえ、またまあ釣れてないんで言っちゃった。なんか動画上げなきゃいけない。そうですね、このスタイルで始まるときは大体釣れてないそうそう映像がない、困ったってなったときこのスタイルで始まります。そうなので、まあまたモスさんのお仕事編、そう、第2弾ちなみに普段は仕事してます？いや、そうです、釣りばっかりしているわけではなく、というのも、まあ、今回その、まあ、釣り動画、まあ、釣れてないから釣り動画上げれないっていうのもあるけど、はい、まあ、モスさんのお仕事編っていうのを、はい、やっぱやった方がいいんじゃないかなって言って、まあ、お客さんにも了解得て、まあ、動画をちょっと上げさせてもらったんだけど、まあ、理由があります。はい、どうですか？ Google で「釣り好きやねん」って検索してスペース打ったら、はい、予測変換で「モスさん」でさらにそこになんか予測変換出てきて「仕事」みたいになってて多分俺何してるかよく分かってへんよな。確かにそう、コメント YouTube のコメント欄でも、普段お仕事何されてるんですかとか、事務所なんかね、ちょっと写したりしてると、まあ、どんな、ね、職業の方なんですかみたいな質問いただいたりとかもしてたんで、そう映像制作会社で、はい、まあ、コマーシャルとか企業の、ビデオやったりとか、あと、まあ、ミュージックビデオ、アーティストのミュージックビデオとか、まあ、そういった、映像を作って僕たちは生きてます。そうですね、モスさんは監督ですね。はい、なので、まあ実は「釣り好きやねんは」自体はあれなんです。もともと、まあ、新人のね、そうですが自分でカメラを回して、自分で編集してアップしてっていう、まあ、ちょっと練習も兼ねてやりだしたけど、まあ、僕がハマっちゃった釣りにね。はいまあ、今日のお仕事は、まあ、レーダーであったりとか魚群探知機であったりとか、今フィルマー号につけてる装備の電子部品はほとんどが古野さん、古野電機さんのものを使わせてもらってて、まあ、かっこいいその撮り方をして、まあ、プロモーションビデオっていうのを作ってほしいというご依頼が来て作らさせていただきました。はい、で、まあ、基本的には、まあ、僕がカメラを回して、で出演者も、まあ、古野電機さんの社員さんが出てくれて、でドローンも飛ばしましたね。無事にね、まあ、完成したんで、まあ、完成した映像も、まあ、釣り好きやねんの中でちょっと見ていただいて、そうぜひ見てほしい。プラスちょろちょろっとこう撮影風景も撮ってる、はい、そうですね、釣り好きカメラちょっと入らせてもらって、モスさんが普段どんな感じで仕事してるのかっていうのを盗み撮りしましたんで、はい、まあそのだから完成した映像と、まあ、ちょっとメイキング的な映像を少しだけ、はい、紹介したいと思います。はい、はい、ではアニちゃんどうぞ。では、モスさんお仕事編です。 VTR スタートモスさんおはようございます。おはようございます。モーターボートショー的な展示会みたいな展示会のところでの、まあ古野さんのブースで流す映像を、まあ、作ってほしいっていう、まあ、新しい機種を使ってるから、まあそれもちょっと映しながらの、まあこうイメージビデオ、はい、真面目な硬いやつではなく、とにかくまあかっこいい映像を作ってほしいみたいな話があって、はい、普段はカメラまでは回さないんですけど。今日は僕が、まあ、カメラ兼監督として、はい、まあ、作品作っていきたいと思います。まあ、今日ちょっと、まあ、こんな風にたまにこうやって撮影してますよみたいな、そうですね、普段のお仕事は違ちが釣りの方がごく一部やからね本当はね、普段の仕事 95%、はい、残り 5% で、まあ、釣り好きやねん行ってるぐらいから、普段はこうなんですっていうのをちょっとお見せできたらなと思いますはーい、後ろの窓にキラキラくるようにしましょう。あっちの方向いてる。はい、マービックです。マービック。こんにちは。こんにちは。紹介はしてありますよ、あれで。はい。はい、じゃあ、行きますよ。いってらっしゃい。あ、ちょ何してんの何してんの。監督、お仕事中ですけど。今ちょっと空をね見てね。見てた割に目閉じてました、ね。雲の動きで風の流れを読もうと。雲なんてないですけど。ないね。なんか見えてます。嘘ってバレちゃったね。そうですね。ここでこうしてるのも寝ている以外ちょっと考えられないかな。すっごい気持ちいい。俺前こうへんやんか。そうですね、前めっちゃ広いな。前広いですよ。モッサンのお仕事編と言いつつなんかのんびりしてるとこばっか撮ってるんで。そうやね。まあ実際撮影中あんりちゃんも釣り好きのカメラ回してる場合じゃないよ。そう動いてるから。結構やってる方は過酷なんやけど、これ映像見てる方はめっちゃいい仕事やなと思って。そう、絶対思われてますよ。あんな釣りマンばっか行って。そうやな、アンリちゃんたちもほら魚釣りって給料もらってみたいな。本当は違いますよ。本当は違う。バーン。監督がなかなかあの方監督いつやったら仕事復帰するの。はいじゃあ行きます。よーいスタート。戦ってる。元が今竿を持ってファイトしてる。ぐるぐるって巻いて。無理かな。そうそういう感じ。ヒラマサかな。そんな感じ。あ、そんな感じですよ。はいカット。カットでーす。すみません。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。愛車精神の塊です。イエーイ。こが完成版でした。なんかね、フィルマーゴを使って撮影してるもんだから、まあちょっとこんなこと言っちゃ悪いけど、まあ、古野さんのプロモーションビデオなんだけどフィルマーゴのプロモーションビデオに見える。本当にフィルマーゴ宣伝用の映像かなってちょっと途中思ってしまうような、シーンも多々ありましたけど、まあちょっと釣り好きやねんでは普段しないようなちょっと撮影方法とかやってるんで、これはもうカメラもちろんモッサン回してましたけど、編集もね、こういう風に撮るっていう構成ももう全てモッサンワールドの映像でしたね今回。でまあなんかね、聞いた話によるとそのボートショー行った人からの話聞いたら、なんか映像を見てなんとね、この船と全く同じ船が欲しいって言って一隻売れたらしい。なんと、すごい効果ですよね。これはすごいですよ。嬉しい。まあ今後ともね、なんかその釣りを通して、まあ遊びもそうだし、魚釣りもそうだし、まあお仕事もね、それにまつわるようなお仕事ができたら嬉しいですよね。今回はこんな本当のお仕事に釣り好きがつながるなんてですね。はい。でまああとその古野さんのプロモーションビデオもその古野さんのオフィシャルチャンネルの方で公開されてますので、概要欄にURL 載せてますので、ぜひぜひこちらも見ていただければ。ぜひお願いします。じゃあそんな感じで、モッサンのお仕事編第2弾でした。はい、第2弾でした。ちゃんと働いてますよ。そうです。でも次はちょっと釣りの映像あげられるかも。そう、もう釣れるやろ。そろそろね、もう釣れると思うんで、今後とも釣り動画のもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。